します。はい、いきます。おやあ、すごいこのぐっと押さえつけられる感じが。先頭車追いついちゃいますよ。今日乗っていただいて、どこまで感じていただけたかなと思うんですけれども、この静かでスムーズでレスポンスがいいというところは我々の電動車の共通部分で、その上にそれぞれの個性があるというふうに作っていると。一つの特徴がその e パワーってエンジン積んで発電してるんだけど、静かかなと我々思ってまして、それってどうしてんのっていうのをちょっと、じゃあまずは秋山君からちょっといきましょうか。はい、秋山と申します。私の分野はですね、エネルギーマネジメントといいまして、 e パワー専門 の、 担当です。そういったことやってたかという、やってるかというと、いつエンジンかけたらいいのかとか、エンジンかけた後にいつエンジンを止めたらいいのかとか、あと今バッテリーの放電、バッテリーどれぐらい使えればいいのかとか、そういったところのトータルマネジメントっていうところを担当しています。e パワーの車ってですね、バッテリーも小さくてエンジンがありますので、いつかはエンジンをかけて発電してバッテリーに充電しながら走行するっていう、そういうシーンがどうしても含まれてしまいます。エンジンは極力かけたくなくて、なぜかというとやっぱりノイズだからですね。なので荒れた路面なんかのこうロードノイズがこうちょっとこうゴーっていう時は積極的に発電エンジンをかけてあげて、でバッテリーに充電して、でその路面が終わって静かな路面になるといつの間にか充電されているっていう、エンジンは黒子に停止してもらって、エンジンの存在感を極力感じさせたくない、そういう世界観を目指して開発しています。滑らかな路面に行ってエンジン音が目立つようなところはエンジンは積極的にかけないで EV 走行して、逆にロードノイズが大きいところは積極的に発電するんですけど、実は今お伝えしたのが一つ目のこだわりポイントで、街中とかそういうところで走行するようなところは今の方が発揮されます。で一方で右に見ていただきますように、メロディーラインってご存知の方いると思うんですけれども、右 の、 写真にありますように、道路に溝が掘ってあって、そこを通ると音楽が聞こえてくるんですね。ロードノイズがちょうど音に聞こえてくるようなところ、そういうのが関東で10カ所ぐらいはあると思うんですね。で全国にもいろいろあって、でそういうところに行くと、そこはロードノイズではなくて音楽として聞かせたい道なので、そういうところに行くと実はエンジンかからないようになっています。その判別はどうやるんですか？判別はですね、ありがとうございます。車輪にですね、このセンサーがついてます。ぐるぐる車輪が回るときに今どれぐらいの回転数で回ってるかっていう、そういうセンサーがついていて、そのセンサーをいろいろ処理するとですね、今どういう状態の道を走ってるかっていうのがだいたい推定できるって、そういう技術を持ってまして、そういう技術でもって推定したロードノイズっていうのを活用しています。いろいろ何箇所もあるんですけど、いろいろ行ってなるべくそこには行くと発電が始まらないように絶妙に一応やってる。何を開発してるんだ。そういうところですので、ロードノイズを検出する制御周期としてはコンマ何秒とかなんですけど、ただそのコンマ何秒で即座に終わる路面洗いっていうのは安定しなくて、あるその数秒の中でそれが連続したらここは洗いだろうとかっていう、そういう考え方で、厳密にそうですね。エンジンかけて走ってきて、かけちゃいけないところに入ったらしばらくして消えるって感じですね。そうですね。確認になるんですけど、メロディーラインをちゃんと音を聞かせるためにこういう開発をされた
やりたいのはローノイズが大きいところはエンジンをかけて、逆に静かなところはエンジンを止めるっていうことが最初やりたかったんですけど、それをそのまんまこういったところに行くと、こういうところで味わえる良さがなくなってしまうので、そこはまあ後からここはちゃんと聞かせようっていう、そういうチューニングに振っていったっていう、そういう、すごい、結局このエンジンかかってるかかってないっていうの感覚論なんで、いつかかってたら気持ち悪いか、いつかかってもいいかっていう話なので、その人の感覚に合うようにするにはやっぱりここはかかってほしくないよねっていうところはかからないようにしないといけないっていうことかなと思います。それの一つの例かなと思うんですけど、で、まあ、こういうことをやっているんですけど、我々の電動車共通している一番ベーシックなところ、そこって実は今まであまり外に向かって言ってなかったんですけど、今日はちょっと言っちゃうかっていう話をしてます。でこれがあるからいろんなことができているっていうところですね。はい、50番といってモーターの制御を担当してます。モーターに電流を流してどうやってその自在に力を操るかっていうところの開発をしてます。で、マニュアル車を乗られてる方ってクラッチをこう雑に繋いじゃうとガクガクガクってなる感覚が分かるかと思うんですけど、そういうことが電動車でも下手すると起きてしまいます。モーターってその電気を流したらすぐに力に変わるので、その分モーターって結構ジャジャ馬で一気にこう力を、アクセル踏み込んで力を一気にかけようとすると、ここの青とか緑のグラフがこう少し揺れてるのが分かると思うんですけど、こんな風に車がガクガク揺れちゃうんですね。でそこを、日産の独自技術で速いんだけど揺らさないようなうまい力の出し方っていうのをやって、で、これ初代リーフの頃から継承している別の技術なんですけど、この精神制御というのをやって、滑らかさっていうのを実現しています。速いけど滑らかっていうのを実現しています。そうですね、パワーとしてはやっぱり高回転側に行くとそのトルク力はだんだん落ちていってしまうんですけど、やっぱりこういうスムーズに加速 G が出ているっていうところからどこまでもこう加速が続いていくような感じっていうのが体感できてるのかなっていうのが思います。ですね、インバーター側でモーターをうまく回せるように制御をかけてます、はい、なのでモーターを回すためのインバーター制御の技術。せっかくご質問いただいたんでもうちょっと言っちゃうと、まあ今小島さん答えたようにモーターってみんなそういう性格ではあるんですけれど、他社に比べてちょっとうち頑張ってるのは、これ今時間軸があるところでプツって切っちゃってるんで、赤線がスーッてまっすぐ行って終わってるんですけど、あれずっと時間伸ばしていくとやっぱりこう落っこってくるんですよね。で必ずどっかで落っこってくるんですけど、おっしゃったようにそれが加速していった時にもう、まあ、人間って無限に加速するわけじゃないんで、あるところまで行くともういいやって思えると思う。そこまでいかにこう垂れた感じをさせないようにするかっていう、実は赤いカーブもですね、いろいろ工夫してます。でそうするとドライバーの感覚としては、ある意味ドライバー騙されてるんですけども、実は垂れてるんだけどもう伸びきった感を感じるんですよ。でそういうので高速で伸びが悪いっていう不満をいただかないようにいろいろ制御を工夫してるっていうのがあります。インバーターはバッテリーが直流の電圧を出す装置なので、その直流をモーターを回すための交流に変えてるのが役割です。三層交流といって時間が進むにつれてプラスとマイナスが規則的に変化する電流を3層分3つ種類ずらして作って、でそれを順番に流すっていうことをやるとモーターがうまく回るというので、そのインバッターのその電流の流し方を変えるとモーターで出てくる力の出方が変わってくるというのが仕組みです。力もスピードも変わる、スピードもですね、はい、モーターで発生させたい力っていうのがそのドライバーのアクセルの踏み込み量だとかから決まってき
って、でその力を、0、1じゃなくてきめ細かく無段階にこう出せるように、インバーターの、その電流の流し方っていうのを変えています。はい、あまりこうテクニカルな話ができる機会がないのですみません。もう少しマニアックな。左側がモーター側で、モーターからこのタイヤに向けてこう力を伝達していく過程で減速器が間にあります。で減速器ってギアで構成されてて、こんな風に噛み合って動いてるんですけど、アクセルをこう緩めた時に減速で、踏み込んだ時に加速 でその微妙な調整をしながら前の車についていって走ると思うんですけど、その時に何が起きるかというのをグラフィカルに示しているのがこちらになります。で右側がタイヤの歯車なので、左側の赤い歯車でタイヤの歯車を動かそうとしています。で加速するときはこの青の回転を早めようとする方向なので、この緑下向きに力がこう加わる形になります。で片や減速するときはこの青を止めようとするふうに動くので、上向きに力が加わります。でそうするとこのギアの間に隙間があると思うんですけど、ここの隙間を一瞬よぎる瞬間があるんですね。ここ黄色にピカッと、もう一回ここで黄色に一瞬光る瞬間っていうのが、その歯が一瞬噛み合ってない状態からまた噛み始めたところになるんですけど、その噛み始めたところで実は気をつけないといけないことがあって、この噛んでない状態でモーターに力を加えてしまうと勢いがついて こっち側の歯車がギュンと回ってしまうんですね。そうするとガツンとこう歯と歯がもう一度当たるときに音とショックが出てしまうんですね。AT 車でこうドライブレンジに入れたときにグッとこう力がかかる感覚があると思うんですけど、まあ、例えばなんかそんなようなショックじゃないですけど、少しコツンという感覚が、感じてしまうので、そういうならないようにこの歯が噛み合ってないときはわざと力を抜くっていう、そんな瞬間的な技を使っています。瞬きよりも早いぐらいの時間だけ力を一瞬抜いて、噛み合ったところからまた力を込め始めるっていう、そういうことをやってたりします。で結局はそのモーターで力をどううまく出すかっていうところにつながるんですけども、なんでモーターの電流を今1万分の1秒の制御周期でコントロールをしていて、これ高速道路を走っていると 2.2 ミリに1回こう電流を微調整しているような感じになります。それぐらいこうきめ細かく制御をして日産の EV ネスの滑らかさだったり、レスポンスっていうのを実現しています。ですからさっき質問していただいたように、モーターってオンオフかと思ったけどっておっしゃったんですけど、モーターだけ見たらそうなんですよね。だけどそれを入れる電流をこういう周期で、まあ、言ってみれば形を作っているんですよね。動かすプロファイルを我々はこうしたいなっていうふうに作って、さっき質問していただいた高速の伸びの話もそうですけど、そういうのもこういうふうに伸ばそうっていうのをこういう周期で制御しているから結果的にああいう走りになっているというところで、今日いろいろいいご質問いただきましたけどもそのまさに EV です我々がこだわっているところは、まあ、これがベースにあってできているっていうところかなと思います。一応先ほど説明した内容は日産として特許を持っていて、で、ちょっと他社さんの情報なので正確なことはわからないんですけど、こういうそのこれも何も制御しないともっとひどい波形になるので、おそらく何かこうゆっくり立ち上げるなり振動が出たらそれを、抑え込もうという制御はおそらくどこの会社さんもやられていると思うので、ただその、伝統的なその精神制御という言い方を先ほどしたかと思うんですけど、昔からその持っている我々 その基本的なその振動の抑え方っていうのが、その物理学にのっとって物理現象をもとにしてこの振動をいかに抑えるかっていう
その基本的な考え方を使って制御をしているので、おそらくその理論的な限界じゃないんですけども、あの一番いい形で実現できているのが23なんじゃないかなというふうには思っております。あれですね、早く立ち上げるだけならできるし、振動を出さないだけならできるんですけど、それを両立しようとすると難しくて、他社は割とその振動を出さないために滑らかにしちゃってると思います。そうです、だから割とうちのはレスポンスよくポンと反応するんですけど、それをゆっくりにして、まあ、抑えてるっていうのが多いかなと思います。これがですね、チップ内で申し訳ないんですけど、モーターがから減速機に力を伝って、ここでドライブシャフトがあるんですけど、ここの合成が意外とやばくて、ここがねじれてしまうことによって、ここは結局バネになってしまって、ここの間でねじれ振動が起きてしまいます。10ヘルツいかないぐらいの振動をここで共振系を持っていて、でそれが出ないように、でエンジンの場合はここが重たいので、揺れにくいんですけど、はい、こちらがまあ軽くてなおかつ力が急激に出せるので、その分揺れちゃうというのが問題です。ちょっと話長いですけど、プロフェッサー小島っていう感じで家電メーカーがこうモーター本付けすれば車できるだろうとかってこう思われたりとかもするんですけど、やっぱこういうところはそれなりに深い技術が必要かなというふうに思います。さっきギアの説明しましたけど、例えば従来ギアって1方向しか使われてないんですよね。だけど EV になったら回生っていうか減速の時に逆の力が加わるんで、それに耐えられる強度を持たせなきゃいけないとか、さっきドライブシャフトもこの議論にふさわしい材質なり形状にしなきゃいけないとか、うん、いうことはやっぱり我々いろいろ経験しながらやらせてもらってるなと思います。どちらかというとドライブシャフトがのねじれ振動を起こさないように制御をかけた、それがメインなんですね。はい、ただそこがねじれないとマウントを返して車が揺れないっていう、ドライブシャフトが揺れちゃうとマウントを返して車が揺れちゃうということが、あの振動ってドライブシャフトがこういう振動数で決まるんです。なるほど。そうするとレスポンスの方が犠牲になってしまったなというのが、あとは車重自体が重かったら振動が出にくいとか、その車のサイズとかにも影響されるんですか。そうですね、車重には実はあまり影響がない形になります。ここからここまでの共振の径で決まるので、これの上に乗っかっている車の重さは実はあまりそこまで変わってません。そういうのは縦置きっぽく言いますけど、ああ、そうなんですね今横ですね、全部横で、はい、じゃあすいません、佐野上の方から行こうとさせていただきたいと思います。で初め簡単にその、まあ、そもそも四駆って何っていうところの、説明からなんですけれども、まあ右の方が、まあ、従来型の 4WD ということで、まあ、エンジンから、まあ、通常、まあ、前輪駆動であればエンジンが、まあ、前のタイヤを回します。それを四輪駆動にするために、まあ、ボッケがついていると思いますけれども、プロペラシャフトという、まあ、部品をつけて、前輪の回転をそのまま後輪につなげて走るというのが、まあ、四輪駆動になります。ですので、まあ、基本的に前輪と後輪は同期して回るというのが、まあ、従来の構造です。それに対しまして、まあ、今回の e-force なんですけれども、前輪は、まあ、ご説明しましたよね、100% 電動駆動、まあ、E バーも含めて、完全にモーター駆動で、後輪にも、高出力のモーターを乗せて前後モーターで独立で駆動できるシステムを搭載しております。で、まあ、先ほど小島の方から説明がありました通り、前後に、まあ、1万分の1秒だとかあれだけのレスポンスで動かせるモーターを、搭載しているので、かつ、まあ、E force でブレーキ制御も加えて、動かしているので、まあ、車の制御の自由度がまあ、飛躍的に向上したようなものになります。でこれは、まあ、e-force の、 制御の一例になりますが、右側の絵が、まあ、アクセルオフで、まあ、本日、境界線でモーターで回転して減速するっていうのを体感いただいたかと思いますけれども、
二輪駆動前だけのモーターで、それを境界線でやろうとするとどうしてもつんのめるというか、まあ、自転車で前輪だけブレーキをかけると、まあ、あの少しつんのめったようなことになるような経験をした方もいるかもしれませんけれども、まあ、どうしてもあの車両の、挙動の制御に限界があるというのに対して、前後のモーターを使うことで、まあ、車両の上の挙動をコントロールしながら、まあ、強い減速アクセルオフで境界線減速をしても、滑らかに、減速できるというようなことを、行っております。それでですね、まあ、あの今日走っていただいたような、アスファルトの路面でもそういったフラットの減速をしつつ、右では雪道に行った時にじゃ あ, まあどういうことになるのかっていうのを、少し、動画で見せております。でこれはあの前輪駆動のもともと e パワーの雪道への減速の性能っていうの、まあ、それなりにいいもの評判をいい評判いただいているようなものを、作ってたんですけれども、これは、まあ、30キロか40キロぐらいから、減速させ氷結露ですね、氷結露で、アクセルを減速した時の制動距離を見てるんですけれども、まあ、今回4分になったことで圧倒的に制動距離も短くするというようなことを、できております。まあ、あのフラットな挙動を作りつつ、雪道氷の上での、安定した、減速性能というのもしておりまして、ちょっとこの動画だと分かりにくいんですけど、従来の車で氷の上でブレーキ踏んだら ABS っていうのが最近ついていて、ブレーキがガカガカガカっていうことで、まあ、ロックしないように止めていくんですけども、あれってやっぱりその振動も出るし音も出るしちょっと怖いんですけれども、この e-power の、システムですと、まあ、モーターが滑らかに減速しながら路面のミュー出せるミューに合わせて力を出していくので、 ABS みたいにガン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 ってつままずに滑らかに減速していける。ですね、まあ、一概に ABS よりも長いとか短いということはちょっと比較は難しいんですけれども、やっぱり路面で出せる力をモーターが見ながら常にその1万分の1秒でフィードバックしながら路面のミューに合わせたトルクを出すっていうことができるので、まあ、ブレーキをつかまなくていいっていう分滑らかですし、制動も、まあ、ある程度、路面に合わせた減速ができるっていうことができます。で、まあ、さらにこれはコーナリングの動画ですけども、モーター制御実際の走行シーンを見てみましょう。さらに全型エクストレイルと比較しても e フォースの高いコーナリング性能が分かります。これも、まあ、ちょっとこの動画だけだと分かりづらいのは、雪の上である程度の車速で曲がっていった時に、モーター制御とブレーキ制御を合わせて、まあ雪の上でも膨らまない狙ったラインで、走っていけるっていうのを性能に実現していきますし、こっちは滑りやすい路面での右左折でも e フォースの性能が発揮されます。全型エクストレイルと比較してもE フォースの安定した走行が分かります。はい、というので、まあ、こういった路面でも、まあ、従来よりも安定して走れるというようなことを発見しているということで、まあ、培ってきたモーター屋さんの制御技術あっての、まあ、こういった性能を見ていくというのになります。でもなんかこれですかね、と後ろターンの後ろも、はい、前後それぞれモーターに付いてる感じで、このコントロールをしてる中 CPU みたいなのがあるのか。あ、そうです。前の方にあるか、前と後ろとそれぞれそれぞれなんですね。それで連携をしてる、集約してるような頭がどういうことですか。ここに脳みそが、多分これですかね、こいつがそのシステムコントローラーで車の全体をどう動かすかっていうのを決めて、モーター、インバーターに指令を出す、ね、指令だとか車両の状態でどうしたいかっていうのを決めているのがここで、あとまあトルク出してそこから先の動きを決めているのが今 ABS がついてます。なのでアクセルオフじゃなくてブレーキを踏んで止まろうとすると通常の ABS が効きます。じゃあさっきのアクセルオフで回線ブレーキみたいな感じの時にその e フォースの何か使えるっていう。そうです。
そうですね、まだやっぱり前寄りではありますけれども、重量配分は少しその前後のバランスは良くなる形にはなってます。はい、あり上げると、ほぼ50対10ぐらい近いです。はい、渋谷さん、今回ご紹介いただいた内定は、先ほどの EV ネスの中の本当に一部の部分かと思うんですけれども、その EV だったり、電動車に関して、ぜひ皆様のメッセージをお願いします。そうですね、今日本当ありがとうございました。で、本当質問していただくことが我々のなんかお伝えしたいことそのものだったりして、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。で、今日前半でお話したように、まあ、カーボンニュートラルに向かうんだけど、やっぱり走りの楽しさ、我々の電動のモーター駆動の走りを軸にやっていきたいなと思っているので、今日感じていただいたようなことが、多くの方に伝わるといいなというふうに思っています。どうもありがとうございました。はい、短い間でまだたくさん聞きたいことあるのかと思うんですけど、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。渋谷さん、そして皆様、3名の皆様ありがとうございました。